とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワーで入手した装備を使っていこうと思います。これです。輝くローブ263。だね、HP が300万超えてます。エンチャントでポーションバリア、そして稲妻フォーカス、火炎フォーカスがついてます。すっごい強いんだけども、これがすごく輝く場所があります。それが深海ステージだね。深海ステージはバブルバースターが使えません。うん、バブルバースターがね、意味がないんだよね。なので、そこで輝くのがこの輝くローブというわけだね。パープルストームと合わせてカバンビルドを使っていくと、すごくクリアしやすくなるのでおすすめです。最高のやつ入手できたので、これ使っていきましょう。では行きましょう。ここはね、矢がこんな感じで飛ばないんだよね。だからバブルバースターが全然使えないんだよな。そこで輝くのがやっぱりカバンビルドっていうわけです。で、この輝くローブが従来使ってたやつの、どんぐらいだ？2倍はないけども、1.8 倍ぐらいの HP、耐久力があるので、だいぶ楽になると思います。で、さらにポーションバリアついてるからね、これ。ポーションバリアついてるから、もう耐久力はもう抜群です。楽勝だと思うんだけど、まあまあ、楽勝までもないか。でもまあまあ、全然。いけるんじゃないの？うん、まあ、ダメージ食らった感じいつもよりも全然少なめなので大丈夫とは思うんだけどね、まあ、難しいんだわな、ここって結構なので、気合を入れていきましょう。キャプテンもね、比較的出やすい場所なんで6体全部取っていきます。ここをクリアするとバブルバースターとイカの防具、そして、あれか、シネクか。うん。と、サンドが出るんで、まあ、スポンジは別にね、高パワーいらないんだけど、一応出る可能性があるので、だいぶいいアイテムを期待できます。矢が出ないな。まあ、とりあえず、これである程度進んでいきましょう。いやね、快適。本当にね、めちゃくちゃ快適だね。でも、なんかね、なんかやたら痛いなと思ったら、こう、もともとが、モブのダメージ 50% アップだったね。1.5 倍のダメージ受ける感じ。こう、そりゃ痛いわ。本当に。あ、待って、あ、あるな、これ。もしかしたら、キャプテンいないかなと思いきや、ここいるな、多分。あ、いや、いないわ。別にここ何にもないわ。なしか。キャプテン一体しかいませんでした。あー、ここあれか。地図があった場所だ。地図があった場所。ならここは別にいらないか。宝箱はあるかな。宝箱は1個ぐらい。いや、なさそうだけどね。なんもないか。こっちが開くだけだしね。もう別に何もない場所なんで、抜けていきましょう。まあ、キャプテンはいなかったけども、バブルバースターがね、1個ゲットできたので、いいかな。うん。これこうクリアしましょう。大体普通だったらこれ 50% アップの、デバフはついてないからね。 50% アップがついても全然耐えれる、4発ぐらい耐えれるから。でさらにちょっと食らい出したなって思った時にポーションバリアつければまず死なないし、やたらに強い装備です。これは本当にね、取れてよかった。ではポーションバリア素晴らしいね。まず死なないもん。
うん、タイミングさえ間違わなければね。タイミング間違えて、敵がわーって出てきたときは、さすがに、死んじゃうんだけど、それ以外で、やられることは多分これほぼないよ。よっしゃ、行こう。ボスも、まあ別に、スポンジストライカーなしでも余裕でしょう。そう、大して強いやつでもないしね。はいはいはい。あぶねえ。いや、全然耐えるよ、そんな攻撃。余裕で耐えれる。と、言いながらも全然倒しましたね。サクッと倒せた。じゃあ装備を変えて、クリアしますね。はい。それではクリアしました。報酬見てみましょう。2個目出てくれるでしょう、多分。あ、出た出た。なんだ、達人か。しょぼかったね。いらないね。では、バブルバースターはなんだ？あー、いらないな。マルチショットとバーストボーストリングがあるっていうのはいいんだけど、クールダウンショット、そして、ロールチャージとかがついてないんで、あー、よろしくないね。二つ欲しい、残り。ちょっと良くなかったです。はい。ということで、今日は、これ使ってみました。輝くローブ263、むちゃくちゃ強い。うん、 50% アップの場所でも全然普通に耐えていけてるので、やっぱりね、 HP300 万超えってすごいね。とんでもないです。でもしもね、そこでも死ぬようだったらこっちでもいいかなと思ったんだよね。英雄アーマーの263、うん、タワーで入手したやつね。で、エンチャントを、クールダウン、火炎フォーカス、稲妻フォーカス。まあ、それで使っていけるよね。火力はちょっと落ちるけども、35% 軽減がついてるから、だいぶ、死ななくなる。まあ、ポーションバリアはついてないんだけどね。うん、どっちかでいいんじゃないですか。まあ、これは、まあ、クールダウンと雪玉と、毒フォーカスで怒りをね、使っていこうかなってちょっと思ってるんだけども、まだね、怒りが出てないのよ。怒りをね、263ゲットしたいと思うんですけども、まだゲットできてません。多分ね、そのうち出ると思います。はい、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。